これまでのリベレーションズ2はニールからのメッセージだわ。ようこそキールリングへ。もう最悪！何の話だ。俺は知らんぞ。気持ちの整理をつけてただけ。これが俺のやり方だ。器は満たされた。お前が殺したのか。パパ、ごめんなさい。俺は必ずモイラの。お前に許さない。何があったんだよ、怖えよ。なんだよ、これ不気味な映像じゃねえか。バイオハザードリベレーションズ2。今回からファイナルエピソードが始まりますね。エピソード4、変身、ファイナル。気になる展開が続いてるからね、モイラがどうなったのかだったりね、わかんないこと多すぎる。基本何もわからないっていう。まあ、これからわかっていくと思いますが、これがファイナルですからね。よし。美しい器。むせた、急にむせた、何故。半年間の眠りを経て、ナタリア、あなたは私になる。そして世界は真の恐怖に染まる。その時までおやすみなさい。Good night。安らかに。居心地ものすごく悪そう。誕生の前のためらい。私の姓は誕生の前のためらいだ。わーお、どえらい、どえらい姿だね。エロすぎる。なんだ。あ、ここで今すれ違ったんだ。この先に全ての元凶。ナタリアとクレアがね。エロすぎるな。あのコスチュームをカウボーイにしてるんでね、おかしいだろこれ。世界観ぶち壊しすぎるわ。全然戦いに集中できないぞこれ。よし、ハーブは3個、武器は、あー、武器ショットガンとハンドガン、マグナム一発か。オーケー。ふう、始まりましたね。エロすぎるなこれ。戦いに集中できへんね。もう後ろ、ずっと後ろで眺めていたいわこのケツを。誰かいますかって。お、なんか電源ある。おい、ポチッとな。おお、流れが逆になった。これ何の意味があるんだ。まあ今んとこわからない。あの逆になったね。変わったね。水門、水の流れが変わった。これどこかな。この映像の場所、見覚えのあるところばかり。ここで私たちの監視をしていたのね。はあ、ストーカーがひでえやつだな。よし、怖い怖い、すぐ出よ。ここでも敵はいないんじゃない。いるのかな。まあ、いるわな。敵がいないエピソードとか全然面白くないでしょ。サーファイア 500BP、 そんなのはいらないんですよね。武器弾ちょうだいって俺はずっと言ってきてる。サファイアとかなんでこのタイミングで入るんだよ。おかしいだろ。誰だよ置いたの。あります。おー、ウォーウォーウォー、なんだこれは。雑誌が置かれている。ああ、私に与えられた時間決して長くない。一刻も早く完成に急がねば。この書類は、書類はわからない。何か、何だ。何をしようとしているの。怖いよ。壺、はい、壺あります。あい、マシンガンピストンの弾。えい、隠してんじゃないよ。討伐いらねえよバカ野郎。あ、あそこにも武器の弾があるな。ヘイユゲッチ。おお、は、これも本か。全く話が入ってこねえや。へいよ、いらねえっつってんだろバカ野郎。弾よこせ、弾、弾弾よこせ、あるんだろ、ついてんだろ、ふざけんな。これじゃ進めないわ。これじゃ進めない。確かに行き止まりだ。向こうの足場に渡る方法がないかな。あ、こっち降りれないね。渡る方法か。こっちからはじゃあ行けないってことね。なんかあるかな、スイッチみたいな。スイッチはなさそうだ。魚はいない、何もいない。おお、割れるんかい。割れたね、びっくりしたわ。あ、これあるじゃん、そこに。あー、そういうことね。後ろのスイッチあるね。
お、そうそうそう。あ、これ気がついてよかったね。まあ、たまたまだ。今、全然気がついてなかったよ、俺。適当にやったら、水槽割れて後ろにスイッチがあったっていうね。これで OK かな。あー、よかったよかった。危ねえ。全部戻るとこだった。水槽割ってよかったね。進める？あれ？進めるようになった。あ、こっちね。OKOK。怖い怖い。不気味。シーンとしとるものすごくね。音がないって怖い。一番怖いのは無音だからね。どの BGM よりも怖いね。わー、なんかちょっと出てきそうな感じ。お、なんだここ？エレベーター？わー、透けている。あ、いるじゃん。大橋や。シュールすぎるな、この光景。支配の根幹をなすもの、それは恐怖。撃っても意味ねえわな。恐怖を乗り越えた者こそが世界を治める資格を持つ。あんたのイカれた公爵はもううんざり。本当だ。わお、わーわーわー、最高だね。審判が下るその日。オーマイガー、何を言ってるの。ごめん、変態チックだね。自分の世界に伝ってたよ。ごめんごめん、使ってたね。危ない危ない危ない。彼は妹に捨てられ死へと導かれた。私は違う。兄と運命を共にする。わお、我々の救いは。わお、わお、モイラの後ろに隠れろ。死である。おう、おう、なに、なぜ死を選ぶなんて。違う。おお、なんだ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 。なぜ私の前でわざわざ死んだんだ。緊急事態発生だよ、本当に。なんだ、どうした。データ抹消のため緊急プログラムを起動しました。緊急プログラム。これより施設最上部の爆破シーケンス。これ逃げないとダメなパターンのやつだね。ああ、分かってる分かってる。早く出るわ。言われなくてもそのつもりだ。エレベーター戻るわよ。早く走れ。当然だよ。やだよ、そんな死に方。そんな展開一番盛り上がらねえわ。ゴーゴーゴー、走れ走れ、急げや急げ。オッケーオッケー。でも敵出てこねえよな。急になんか湧くパターンとかないよね。オッケーオッケーオッケー。ゴー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 、ナタリアついてきてる。ナタリアじゃねえ、モイラだ。オイラモイラ、ミューラのボイラ。オイラ、こっちだ、急げ。イエー。で、どっちだっけ。こっちか。おい、なーん、なん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 、早く。あ、わーお、バカ、わーお、バカぞ。エレベーターが、エレベーターが、嘘でしょ。おー、ここにありがたい、なんかあるよ。よし、こっちだこっちだ。ゴー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 。へい、滑るの。イエー。そんな都合よくエレベーター落ちていくもんかね。かなり都合よかったね。あの急に落ちないでしょ。わお、パイプが邪魔だ。どけ、ピンチなんですよ。邪魔するんじゃないよ、いちいち。そんな緊迫した展開でそんな邪魔するんじゃないよ。死にかけとんね。うち死ぬね。うちお前に邪魔されたら死ぬね。よし、入れ。どこだこれは。初見部屋だな。うーん、ゴー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 、走れ走れ。リベレーションズにもこういう展開あったね。そういや、船からの脱出でね。焦るんだよな。パンパン、イエー、倒れた。ハンドガンセットしとこうかな。マシンガンの弾は残しとこう。この先何があるか分かんないからね。てっきりなんか制限時間みたいなのあるかなと思ったんだけど、ないね。この先もしかしたらあるかもしれないが、制限時間あったら結構焦るからね。ヒヤヒヤするんだ、心臓悪い。お、なんだここに来て剣幕組ってことは、なんか来るなこれ。なんか変だよ。おー、あかんかん、見えないけど何かいる。あー、あいついんの。マジか、あいついるね。え、でも、あの見えないスモーキーはあれでしょう。あいつの時しか出てこないんじゃない。ああ、あかん、ダメだ、終わった。ああ、うちの可愛いクレアが、うわすげえ、グロいことになってる。ああ、これ剣幕瓶で倒していくのが正解だね。
こっちのエピソードでも出てくんのかい。マジで？こいつ苦手なんだよな。これバーリー編だとめちゃくちゃ出てくるんだけどね。クレア編だとこれ初めてじゃない？出てくんの。剣幕瓶を投げるとね、姿が見えるようになるので、これね、ナタリアがいたらね、わかるんだけどね、指示してくれるんだけど、あの辺投げとこう。よし、倒した。素晴らしい。まだいるかもしれない。注意して。ゴー。もうそんないないでしょ。一匹だけでしょ。ね。ポケマクビ持ってないよ。よし。とりあえず倒すことに成功した。あいつくグロいんだな。気持ち悪いし。うわ、ここいるな。どこにいる？ちょっと待ってよ。瓶はもうねえぞ。瓶なしですよ、私。いか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 い、危ない危ない危ない、ゴゴリ押しゴリ押し。モイラモイラかも、死んでる。モイラそこで死なないで。この辺にいんのか。あ、いるね。どこだ、どこにいる。こいつを倒さないことには先に行けない。どこだ、剣幕瓶はもうない。爆発瓶使おうかな。おい、いる。おーし、よし、倒した。おー、大丈夫かい、モイラ。早く早く早く、カモンカモンカモン。え、どうした、死ぬな。急いどんねん、こっちは。見えない敵おんねん、早くしろ。おー、外に出てきた。おお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 おゴーゴー、逃げろや逃げろ、逃げろや逃げろ、早く。いや、死んでたまるかだよ、本当に。怖い怖い怖い。何してんの、なんで戻ってんの。わい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 、早く行って。なぜか戻り出すという意味不明なことをしだしたよ。あ、下にアイテムあるな。しかし取る余裕はない。とにかくクリアせよ。よしよしよし、降りて。おお、すごいダメージ受けた。モイラ来てる。イエスイエスイエス。まだでも5分近くあるからね。でどっち降りる。こっちか。はい、降りて。イエ、降りて。あ、こっちか、降りない。おいえ、イエ。何、ルビー、このタイミングでルビーいるかね。ねえ、ルビーなんていらないんですよ。どちら、こっち行こうか。あ、これは武器庫かな。あー、なんかアイテムあるね。剣幕瓶、うわぁ、剣幕瓶あるってことは、これマーシアまたあれかもしれないね。よしよしよし、素早く運べ。走れないのがちょっと痛いね。で、これをどこに置くんだ。ああ、あそこね。オッケーオッケー。これ置いたらそこ上がれるようになる。3分か。3分あれは十分だと言いたいとこだが、ちょっと難しいな。あ、いやいやいや、あ、いやいや、あ、いやいや、はい、上がれ、上がれ、はい。え？何？あ、違うの？あ、ここか、横か。あー、違う、間違ってた、ごめんごめん。なんだ、上がれると思ったけどね。よし、いけるでしょ。おい、エロい、ケツがエロい。今そんなところでどっちでもいいんですよ。ケツなんて常エロいんですから。急いで、急いで、早くしろ、時間ねえっつってんだバカ野郎。分かってる、ならば急げ。死にたくなきゃ走れ。走らねえやつは死ね。落ちてるよね。おーおーおー、落ちてるじゃん。判定的アウトでしょ。おかしいな、おかしい判定だよ。ここで落ちたら CR のみか。うわー、3分切ったな。ちょっとかかりすぎかな。どこまで逃げたらいいのかわかんないからね。よしよし、ゴー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 。で、下、早く降りて。いちいち止まらないで。下確認する必要性ないから、だいたい行けるでしょ。はい、降りて。で、どっちだ、こっちか。降りよう、早く早く。なんだこれ、このままじゃ進めない。何か方法は、何かあんのか。よし、上だ、行け。早くモイラ行ってくれ。3分切っとんや、時間ないね。どこまで逃げたらいいのか分かんないけどね。早く降りて、一回一回止まるなっつってんのバカ野郎。待ってて、なんとかする。ん、あ、これか、バールか。バールバールバール。よし、早く早く早く、時間ないね、時間ないね。よし、
これで倒れるはず。よし倒れたね。ほんでもう一つこっちにあるんだ。これでこの道が行けるはずだ。よし、いけるよクレア、急いで。よし急ごう。ジャンプ、ゴーゴージャンプ、ゴーゴージャンプ、イエー完璧。ほう、押す押す押す、お、あれこれどうすんだ。モイラ、あーここから出れるのね。あーいかん、これ失敗したんじゃねえか。あちょっと待って、モイラ変えようか。あモイラでこっち押すのね。モイラ押して、よしよし早く押して。あーこういうことだよね。よしよし戻ってこいだ戻ってこいだ、もう押す必要性はない。早く行こう早く行こう早く行こう。やばい、1分弱、早く協力して2人とも、時間ないね。よしよし、えい、とりあえず OK かな。いやまだか、分かってる、焦らすんじゃないよバカ野郎。よしよし、ゴー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 、早く早く早く、ノー、やめろ、道を塞ぐなバカ野郎。こっちか、行こう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 、さあで急げ急げ急げや急げ。どっち行くのが正解か分かんないけどね、もう適当に行くのみですよこんなの。行け降りろ。でどこだ、どっちだ、こっちか。何しとんねん、分かってる、ちょっとハーブ使おう。走れ走れ早く、時間ない、やばい、30秒、残る30秒、やめろ邪魔するな。わーお、ここでこいつ、このタイミングで、はぁ、お前なんで怨念もありえないね。このタイミングで来る？剣幕民確かに途中で手に入ったけどさ、来るなら取った後でしょ。うわぁ、これどこからだ？あー、はいはい、ここからね。よしよし、とりあえずあいつがあそこで現れるということは分かりましたから、急いで剣幕民投げてね。急げ急げ、もうあのタイミングで来るのはもう分からなかったね。時間ない、30秒じゃっつってんのに、そら急ぐわ走るわ。よしよしよし、大体どこ行けばいいのかもう全部分かったからね。あーやらかした、こんな死に方あります、カーン、ダメ、はしごからちゃんと降りた方がいいね、みんなちゃんとルール守ろう、うん、あの危険だ。はしごがちゃんと降りよう。少しでもしたい。で、あーこれ、うーん、どうしよう。あーアイテム作るの時間止まらねえのか、一時停止にならないよね。よしよし早くしろ。いやもうビビらなくていいでしょ、3回目だ、出川哲朗じゃないんだからさ、一回一回リアクション取らなくていいぜ。クレア、クレアさん、クレアさん、出川哲朗席浮上だね、めちゃくちゃリアクション取る、一回一回取る必要性なくない。え、降りて、ここでちょっとダメージ受けるからね、この後ここをその降りたら、うん、よしよし、これがね、ちゃんとはしごが予想以上高かったわ。えい、まあ、1分あるからね。どこだっけこいつくんの。あ、ここか、ここだここだ、この辺だよな。いかん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 、イエス、死んだ死んだ死んだ、行こうゴー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 、もう来ねえよな。わあ30秒切ったな、どこまで行ける、行くんだこれ。ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、お兄さんジャンプ、はい、またいんの、あ終わった、あ終わった、あかん、あー回避できた、いかんいかんいかん、急げ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 、助からねえよ。あー10秒切る10秒切る10秒切る、ジャンプジャンプジャンプ、何してんの二人とも、早く、よしよしよし、わーおガリキ、あーナタリアが、ナタリアじゃねえ、モイラが、モイラが下敷きになったね。エロい格好が世界、全く共感できないわ、世界に入れねえわ、嘘んでしょ、モイラここでゲームオーバー、どうすんのこれ。あ、もうモイラ置いて逃げようか。
ああ、どうしたらだよ本当に。逃げるは言われなくてもグッバイモイラ。モイラ、こんなお別れありますか皆さん。ジャンプ降りよう。わあ、エロいな。こんなお別れありますか皆さん。モイラここでアウト。うわ、まさかこれモイラ変身来るんじゃねえか。ああ、これで終わりか。これめっちゃファイナルエピソードだけど一番短かったエピソードだね。基本ね、結構かかるんですよ、これ、今回のリベレーションズ2って。でも今回これで終わり。もうモイラ死ぬの？これ分かったわ。ラスボスモイラでしょ？ねえ。分かった分かった、もうパターン分かるわ。簡単だわ。絶対あれでしょ？バリーがモイラ倒すんでしょ？バリーがね。そういうことでしょ？ね、なんか、不気味な感じ、バッドエンド的な感じで終えるんじゃないの？だよね。うわー、モイラがこんな雑な死に方していいのか。いや、でもクレアを助けたっていう部分はいいんだけどね、もっとなんかきっかけが欲しかったかな。あそもそもあんなエロい格好してくんなよ。おー、これがファイナルエピソードですか。次ありますけどね、次ファイナルエピソードバーリー編で、バイオハザードリベレーションズ2のストーリーは終わりになりますが、ちょっとびっくりした展開が続くね。まさかこんな早くは終わると思ってなかったからね。まあ、次回の展開はちょっと、まあ、大体わかりますが、次回もまた見てくださると嬉しいです。次回はファイナルエピソード、エピソード4の審判バーリー編になります。次回ご会いしましょう。バイバーイ。